急なお誘いを受けてくれてありがとうございます。あ、そうなんです。セーラー服を着てみました。あのクエストでどうですか。わ、私すごく素敵だなって思ったんです。グリモアの生徒じゃなくなっちゃったみたいな感じで、魔法使いじゃなくて普通の女の子になった感じで、それがちょっとくすぐったいような寂しいような。あれ私何を言いたかったんだろう。あ、そうでした。この新しい制服で先輩と放課後デートをしたくて行っちゃった。そのお姉ちゃんにも先輩と二人で遊びたいってお願いしたんです。だから今日はお姉ちゃんもいなくて、そのだからはい行きたいところがあるんです。先輩と行ったら楽しそうだなって思ってたところが。どうですか先輩、わかります？マッチ棒を1本加えて猫さんを家に入れてくださいって。家にどうやったら入れるんだろう。あ、先輩すごいです。そこに加えれば中に入れちゃいます。やったー、クイズクリアですね。じゃあこれを持ってお店まで戻りましょう。先輩のおかげで全問クリアできました。見てください、この猫ちゃんマグカップ、とっても可愛いです。ウィンドストリートで謎解きラリーをしてるってサラちゃんが教えてくれて、クリアするとマグカップもらえるって聞いて欲しくて、でも私一人じゃ無理だろうなって困ってたんです。それで先輩と一緒ならクリアできるかもって思って、大正解でした。あ、先輩もこのマグカップよければ受け取ってください。そのペアカップなんです。ピンクは私で先輩は青で、お揃いですね。そういえば私たちを見てお店の人たち首をかしげてましたね。見覚えはあるけどグリモアの制服じゃないしってところでしょうか。ここら辺の人たちの偏見は他の場所より少ないですけど、なんだか変装したみたいで楽しかったです。それに先輩といっぱい遊べたのが一番嬉しかったな。なんでもないです。そろそろ学園へ戻りましょうか。はい、ちょっとだけ残念ですけど、またこうやってデートしてください先輩。